はい、どうもです。今日はちょっとした小ネタなんですけども、多分知ってる人ね、8割ぐらいいると思う。普通に戦っててやってる人8割ぐらいいると思うんですけど、最近またスプラトゥーンが、まあ、買った人とかって、あの夏休みだからいると思うんですよ。夏休みだから買おうかっていう理由でね。で、そういう人たちのために、まあ、ちょっとしたアドバイス的なのができたらいいなと思って撮りました。でですね、アロバナモールみたいなこういう壁があるじゃん。これさ、前が見えなくなっちゃうじゃないですか。でもこれは人状態でジャンプすると奥側が見えるので、よくね、上手い人っていうか、まあほとんどの人なのかな、よくこう壁を見るたびにこうやってジャンプしてると思います。これ当たり前のようにやっていても、わかんない人なんでジャンプしてんだろうって思ったりもするんよ。これが結構実用的でとても使いやすいです。特にアロワナモールなんかはね、こう体出しちゃうとチャージャーに抜かれちゃうことがあるので、今ボム投げた位置確認して戦ったりできるので、これはとても有効です。あとここの裏とかね、プロコンをこう傾けると、ジャンプして傾けるといるのがわかるので、壁越しの相手も見えるようになるんだよね。これ使うのでぜひ使ってみてください。とても強いと思います。ほらほら、登れた。ほら、こうなんかギリジャンで、本当だったら本当だったらこうやって移動しなきゃいけないってちょっとめんどくさいんだけど、なんかこれやると登れるみたい。現に今登れたじゃん。あ、ちょっと難しいなこれ。途中まで、真ん中ぐらいまで行ってから煽りか、最初から煽りかするといけないから。うおね、ここにさ、残り1分で姫ちゃんが来るじゃん。この姫ちゃんをジェットパックで撮ると、姫ちゃんと一緒に飛ぶことができるんだって。で、さっきちょっと練習したんだけど、できた。だからちょっとみんなに見せたいなと思って、今動画撮ってます。行きまーす。あ、来た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 、姫ちゃん、姫ちゃん着いた、姫ちゃん着いたよ、姫ちゃん着いた、姫ちゃんが着いた、横に着いた。オーディー最後使えるのか、発射、まー着いた、嬉しい。ゆめちゃん、ゆめちゃん着いた、ゆめちゃん着いたよ、ゆめちゃん着いた、ゆめちゃん、ゆめちゃんが着いたよ、ここに着いた。はい、おやった。一瞬大の男が、うわ、来た。一瞬だったんだけど。ヒレオくんたち、ちょっとここ来てください。で、試合が終わるまでそこに突っ立っててください。
とりあえず試合が終わります。終わった、試合が終わった。ほら、ちょっと映ってる、ちょっと見えてる、これ面白いわ。改装されたデボン海洋博物館なんですけど、なんかここら辺が少し変わりました。ちょっと前の思い出せないぐらいもう忘れちゃってるんですけど、ここが段差が変わってしまいました。確かなんかここにブロックみたいのがありましたね。あ、そう、こんな感じのがあった気がする。こんな感じのがね。今回は2人のゲストにお越しいただいております。まず1人目、普通のイカちゃん、そして2人目、頭が少しとんがってるイカちゃんで、この2人にここに立ってもらいましょう。するとね、トサカだけなんか飛び出てるんだよね。やっぱ頭がでかいから飛び出てるんだよ。この角度からしたらイカちゃんの方見えないけど、トサカの方は見えるんですよ。ここが頭でかいと見えちゃうんだよね、っていう小ネタでした。もしデボン来たら帽子をかぶらない方がいいかもしれない。以上。ほい、こないだ見つけたんだけどさ、ここの、まあ、立場じゃなくてもいいんですけど、レールの上ね、このレール使って、ここでね、アオリイカしても落ちないんですよ。あ、落ちちゃった。これは場所ずれちゃったから落ちちゃったんだけど、まっすぐ行ってると落ちないんですよね、ここ。ほら、落ちないじゃん。アオリイカできるの。で、これをね、他のプレイヤーにやってもらったら、なんかね、ちょっとおかしくなるんだよね、これ。面白いでしょ、なんか。ピチピチしてる、面白いでしょ。あ、落ちちゃった。これを別のプレイヤーにやってもらいましょう。これね、なんか変な風に動くんよね。普通だね。なんか普通なんだよね、でも。なんかさ、浮いてるみたいじゃない？あー、落ちてた。あれ、なんかね、可変になるんだよね。あー。ほら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 、今見た。ちょっとだけなったんだけど、今見た。ほらほらほら、なんかちょっと落ちてるんだよね。変なんだよ。ほらほら、なんか、マジでこれおかしいよ。裏技。これすげえな。レールってこんなに、みんな知らないかもしれないけど、 Y を押しながら動くと半身でカニ歩きしてくれるんですよ。わかりますか？普通と違うの。 Y 離すとほら向きが変わるの、この状態だと。で、 Y を押しとくと相手の方向を見ながらね、こうやって移動してくれます。わかりますか？このカニ歩き、ほらちょっとこっち見ながら走ってるでしょ。絶対に実践では使えない。もう意味ない。こんなネタあっても意味ないけど、なんかあるんだよね。なんであるんだろう。ぶつかった。ぶつかってる。はい、どうもラギです。今日はこれなんですけども、ちょうど公式が、スプラトゥーンの公式がツイートしてまして、空中でウルトラハンコを連続振りした時に一振り目だけ前に行ってしまうっていう、なんか修正案が来てまして、なんか、結局できなくなっちゃうんですよ。10月10日にできなくなっちゃうんですけど、なんか今現在できるみたいなので、ちょっとそれをやっていこうと思います。高さがね、着地地点よりちょっと高ければ、多分いけるっぽい。ちょっとやってみますね。いき、あ、いけなかった。これちょっと、僕まだ練習してなくて難しいんですけど、あ、いける、惜しい。でもこれだ。あ、いける、惜しい。24歳独身。今からハンコで飛びます。いきます。うれー、ダメです。独身のままです。結婚できません。
っちもいけんじゃないか。いい、いい。いや、ダメなんだ。あ、行った。あ、行ったよ。行った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 。えい。あ、え、行けた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 。すごい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 。できた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 。また倒した。